天下へと駆け上がった。その矢先、本能寺の変が起きる。信長は家臣の明智光秀に討たれ亡し、その光秀もまた羽柴秀吉の前に敗れた。信長の後継の座は主君の仇討ちを果たした秀吉と織田筆頭家老柴田勝家の間で争われることとなる。高虎は秀吉の弟羽柴秀長の臣として、羽柴と柴田が激突する賤ヶ岳の地に赴いた。だが彼の顔色は優れなかった。柴田陣営には母と慕ったお市がいたのである。中節の勝利、賤ヶ岳の戦い。この戦で秀吉様の天下が決まる。しっかり働けよ高虎。子飼いの遊びには付き合ってられん。俺は俺で勝手にやらせてもらう。どういう意味だ。秀吉様のためには働かないということか。俺はただ俺の主秀長様のために働く、そういう意味だ。清正、許せ。高虎の気は立っている。敵には俺と高虎にとって母のような存在がいるんだ。だからって味方に突っかかり敵に情けをかける、それが東堂高虎という男か。貴様が常々言っている忠義とはその程度のものか。貴様、戦場において私情は捨てるべきだ。死にたくなければな。義継、お前は平静でいられるのか。お市様を撃つのだぞ。俺たちが嘆き手を抜くことをお市様が望むと思うか。義継、さあ行こう高虎。これも流れだ。俺の道を行く。行こうか共に。己の道を行くだけだ。お買い得品があります。行こうか共に。要所は柴田殿に抑えられとるか。じゃあわしも目指すようなため負けられん。
銀援軍も来る。それまで味方を支えつつ戦うんじゃ。戦えるんだ。うるさい。もう覚悟はできている。人の収録を見て大海に浮上し早く着き、俺たちの疲れの色が増えてこの戦戻りかせるわけにはいくまいな。勝家さえ撃てば戦は終わる。お市様を撃たずとも目的は達成できる。幸い柴田軍も短期決着を望んでいる。この流れに乗らぬ手はない。この辺りに画像があるわ。画像に不審な部隊が撃つべきだ。一気に敵を崩す。西畑が軍の突撃見ようや。開門。この猛攻をしのげば勝家が出てくる。任せておけ義経。お市様と戦わずに済むかもしれん。流れは往々にして変わる。過度な期待は慎んだ方がいいぞ、高虎。もっと手柄を上げる。目を狙う。いい流れで引き込めた。敵将撃ち取ったり。敵軍を破壊し入るか。身のほど知らずめ。これで終わりだ。お手合わせ願おうか。そうだな。また一つ。敵には回ってくれるのか。敵将撃ち取った。反撃の時が来た。今こそ秀吉様の天下を確固たるものに。敵の援軍が来たか。わし自ら出陣さねば止められない。開門。よし、勝家が出てきた。ここで必ず討ち取ってみせる。敵軍を果たす。さらなる苦戦は避けられない。
お兄様、一は最後まで戦います。お父のお市様も必死に戦ってんのに、俺はまだ秀吉との戦いに踏み切れねえ。敵将が討ち取った。なぜお市様を戦に駆り出した。全てはお市様のご意志。内緒がごちゃごちゃうるさいわ。俺は部外者じゃない。お市様は俺にとって母のような。どうさまよ。消えてなくなれ。いい流れを引き込めた。もっと手柄を上げる。目を狙う。とくと見よ。服を取った。だが、これでわしは死ねぬ。じゃ、しまった。勝家に逃げられては、お市様が救えぬ。皆の者、まだ戦はこれからです。守備を固め、敵の疲弊を待ちましょう。俺は諦めん。圧倒的劣勢になればきっとお市様は降伏してくださる。開門。遅くなり申し訳ありません。憎き猿めは我らにお任せを。お市様を呼び込んだ猿めは本陣に。すぐに対処せねばならない。敵将、撃ち取った。敵には回ってくれるなよ、タカトラ。おう、また一つ。秀吉、俺は覚悟を決めたぜ。俺はおじきに従ってお前と戦う。それが俺の仁義、前田利家の生き方だ。開門。前田利家が攻めてきただと。なぜだ。利家と秀吉様は友だったはず。お前と大内様、秀吉様と利家、親しき者が愛を争う。それが乱世だ。利家、それがお前の生き方か。そうじゃな。わしも覚悟を決めとる。腰掛けごめん。前田刑事、派手に暴れるぜ。敗走。あんたは秀吉様の友だ。なぜ戦いを選んだ。友だから戦わねえ。そうやって目つぶることもできた。だが俺には友情より人生。任せたが思ってんだ。もう自分の生き方から逃げれ。敗走。こいつは気分いいね。このままではお市様を降伏させるどころか勝利すらも危うい。すまない、お茶。
かせておけ。任せておけ。無事に生き残ってくれ。こんなことはもうたくさんだ。長いのやったまでの。もっと手柄を上げる。目を狙う。流れに乗ったまでのこと。また一つ攻撃の責任を果たす。ムーン悲壮をぞ押してまいる。これで柴田本陣は裸同然。お父様、下ってください。五将です。私を落ちなさい、高虎。今のあなたの主は誰ですか。秀長に忠を尽くしなさい。それが私たちの願いと言ったはずです。開門。お市様を撃つ。そんなことできるはずが。責任を果たす。カポドの剛の者がいようとは。おお、ようやった。戦もはかどるわ。この戦に勝てば敵は家康のみ。奴は早急に戦う必要だ。随分と気の早い。そんなに家康が憎いのか。だが奴は秀吉様の天下の将軍だ。何が何でも潰さねばならぬ。もっと手柄を上げる。目を狙う。救援コール。六道の筋が見えた。高虎のこと、そして天下の任せておけ。ここよろしく頼みましたよ、大市さん。その言葉もまだ早い。ここで撃たれるかも。そんな流れではないでしょう。遠慮せずにかかってきなさい。貴様を撃たせろ。若津家、鬼となりて守り抜かん。出終わりだ。ありがとう。私も共に最後まで。あまり損ないが、もはや戦うしかない。行こう、立ったら。いい流れを引き込めた。敵将、討ち取った。
勝家と大市様は北の将を引いた。おそらく秀吉様は追撃なさるだろう。俺はお市様に教えてもらった。忠義を貫く意味も、そして苦しさも。だがだからといってお市様が死ぬことはない。俺は絶対に救い出してみせる。俺は生きる。俺は